皆さんこんにちは、釣り YouTuber の岩田次郎です。そして高桜です。からのジャモスです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでてっぺん、はい、ついに、バランス調整の、詳細が発表されました。拍手なんだ。分かんないけど、まあ、確かにね、拍手なのかは分かりませんね。はい、ということで今回の動画はそのバランス調整の内容について、いろいろと見ていきたいと、はい、思います。はい、それではですね、このゲーム内のお知らせで書かれているこのバランス調整の実施について、まあちょっとね初めてなんで、まあちゃんと読み上げて、一つ一つ噛み砕いて、見ていきたいと思います。はい、バージョン 1.5.0 アップデートにて以下のバランス調整を行います。このアップデートは11月に公開される予定です。はい、ということでおそらくこの11月に公開されるというのは新カードパックに合わせてという感じですね。はい、開発チームよりてっぺんを楽しんでいただきありがとうございます。本作はヒーローアートとカードの組み合わせにより多彩な戦略やデッキが展開できることを目的にバランス設計を行ってきました。たとえ突出したデッキがあったとしても対抗できるデッキが多種あればデッキの流行は変遷していくと考えております。しかしリリース後からこれまでのゲームデータ評価やヒーローアーツの使用率とそのデッキの勝率を鑑みた結果、過度な相性差、一部ヒーローアーツ、カード採用の固定化が進んでおります、うん、この度戦略バランスを見直すため11月に予定しているアップデートにおいて複数のヒーローアーツ及び一部カードのバランス調整を実施します。各調整理由については下記をご確認くださいと。はい、うん、はい、ということで開発チームはこのようなね、いろいろな意図があって、ゲームを作ったというわけですね、うん、さあそれではじゃあ見ていきましょうか。はい、まずは調整内容1、ルール。はい、こちらルールが変更になりますと、ゲーム開始時に一度だけ全ての手札を引き直すことができるようになります。素晴らしい、正解。これによって強くなるデッキとか結構ありますよね。ありますね、特定のカード1枚、まあレイレイとか勇気とかをが所定に欲しいデッキですとか、うん、その辺は絶対強くなりますね。うんうんうん、あとはやっぱりてっぺんというのはあの事故ですよね、うんうんうん、アクションカードだけになって打てる対象がないみたいな、うん、開幕の時点で負けている、うん、そうチャージロックマンとかによくあるやつね、激凛エースとか、うん、そうですね、そういったまあことがなくなると、まあ、よっぽど起きないなくなるとそうですね、うん、すごく確率がすごく確率が減る、まあね、マリガン師匠だってまた同じようになっちゃったパターンも全然ありますから、うん、まあまあ、確かに確かにありますからね。はい、ということでまあこれね、先日のちょっと生放送でも話しましたけども、このゲーム開始時に一度だけ全ての手札を引き直すことができるようになるということは、うん、これを紐解くと、まあ、本来だったらマリガンって、てっぺんの場合5枚、うん、最初にねハンドもらうんですけども、それを1枚1枚こいついるこいついらないこいつキープみたいな感じじゃなくて、おそらく5枚をバッと見て、うん、これもうマリガンするっつったら5枚が全部バッて入れ替わる感じですよね、これ、うんうんうん、絶対実装されてすぐは毎回 100% マリガンする絶対全部返すだからそういった感じのシステムなんで、うん、うんうん、まあどうなんすかね。まあいいんじゃないですか、テンポが良くて。結構5枚もらってどれ戻すとかって考えると試合始まるまでの間が結構空いちゃって、うんうん、ありますね。ランクマッチ連続でやる時に疲れちゃうみたいな話もあると思うんで、いいと思いますね。今まで多分そのテンポを重視してこれなかったみたいなのありますよね、きっと。うん、ありますね。いや多分そうですね。ただちょっとテンポ重視すぎたらあのさっきの激凛レウス問題とかがあったっていうことで入れたって感じじゃないですかね、うんうん、そうですね、うん、はい、これで強気にアクションカード入れられますね。20枚いけます。20枚はそうですね、はい、といった感じで、まあ、どんなゲームのねバトル画面中になんかマリガンボタンみたいなものが増えるのか、どんな感じで増えるのかがちょっと楽しみですね。はい、はいはい、続いてユニットの能力。はい、こちらリベンジが調整されますと、うん、いうことで、変更前はリベンジの能力というのは死亡時1回だけ墓地ではなくデッキに戻る際コストが半減すると、うん、デッキに戻る際の、MP 半減の波数は切り下げるという形の仕様だったのが、変更後は、
死亡時1回だけ墓地ではなくデッキに戻る、うん、デッキに戻る際コストが半減する、ここまでは同じですよね、うん、半減の波数は切り上げる、うん、はい、といったところが、変更になりました、これはまあ黒の属性のウェスカーネルギガンテですね、影響があるのが、あのゾンビとかケルベロス、うん、2コストになるってことですよね、ですね、今まで1コストでリベンジ状態で出せてたのが、まあ、2コストになると、なんで、まあ、タイラントみたいな偶数のコスト、元のコスト偶数のユニットは影響ないから、うんうんうん、まあ、今まで使われてなかったあの4とかのリベンジ持ち結構使われるようになりそうですよね。いいのか、そうか、そうですね、そうですね、うんうん、半減で切り上げ切り下げなんでね、まあそうですね、やっぱ3コスのやつらが1コストで出てきたの本当に強かったんで、うんうんうん、しかもスタッツも上がってますからね、まあそれはそれでっていう話はあったんですけど、まあある程度出てきても対処できる、今までってそのリベンジが回っちゃうと誰も勝てないからリベンジ回る前に倒そうねっていうのが趣旨だったんですけど、リベンジを戦う時ってこれからはまあリベンジ強いけど、うん、まだやれるかなみたいな感じになるってことですよね。ほう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 、結構黒にとってはダメージでかいですよね、これは、この仕様変更は。これはでかそうですね、うん、で一応変更理由書かれてますんで、こちらもちょっと読み上げましょうか。リベンジはゲーム後半で強力な効果ですが、対戦相手が有効な対処ができないほど強力な盤面を容易に作ることが可能となっています。リベンジのデッキに戻った際の MP 半減の波数を切り上げることで 1MP ユニットを連続でプレイすることが難しくなるため、対戦相手もその分盤面に対処できる MP を使えるようになっている想定ですと、うん、はい、といった形で、まあちょっとゆっくり戦えるようになりますよと、いった形ですね、うん、はい、ということでリベンジ変わります。そして続いてヒーローアーツ、こちら大量に、今回調整がされると、うん、いうことで一つ一つ見ていきたいと思います。まずはこちら、はい、親の顔より見たこの顔、怒り、はい、激凛リオレンスのヒーローアーツ、はい、こちら変更前、アビリティポイントかな17で、味方ユニット1体にこのバトル中に攻撃力アップ効果を持つアクションカードを使用した回数と同じだけ攻撃力アップと空戦を付与するものが変更後、アビリティポイント22、味方ユニット1体にこのバトル中に攻撃力アップ効果を持つアクションカードを使用した回数と同じだけ攻撃力アップと空戦付与、上昇する攻撃力の最大値は3、ボコ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 これね、いやまだこの上昇する攻撃力の最大値が3がなければ、あ、まあ上がってちょっと使いづらくなったなぐらいの感じなんですけどこの最後の一文やばくないですか。まあ、うん、これだったら AP17 でも許されてたかなみたいなのは確かに、だってあのちょっとつも今後半あるけど行かれてるわけじゃないですか、うん、はい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 、悲しくなっちゃいましたね、ちょっとね。まあ嫌いだったんでしょうねこれはてっぺんじゃねえっつって市場が相当嫌いですよ。うん、あとやっぱその多分初心者の人とか始めた時に、うんうんうん、その対処の仕方がかなり分かりづらいアーツだったんで、うん、その辺もちょっと気にしちゃうんですかね、うん、対話拒否ですからね、うん、分からん殺し的なのもありますよねこれね。いや攻撃力の最大値はプラス3はねこれはねダメだどうにもならん、まあ、それもね、ありがとう。ちょっと強いユニットとかがもしかして出てくるかもしれないから、うんうんうん、はい、一応変更理由でねありますからね、激凛は AP が軽量なことから、対戦相手が対処できる準備が整う前にヒーローアーツを多用して強力なユニットを準備することができます。またゲーム後半ではヒーローアーツのみの効果で強力なユニットを作り出すことができ勝敗に深く影響しています。必要な AP を調整することでヒーローアーツを利用できるタイミングを少し遅くします。また上昇する攻撃力に上限を設定することで強力すぎるユニットが生まれづらくなります。これらの調整により対戦相手が対処しやすくなっている想定です、うん、まあということで激凛さん、まあ、これでもね、まあそのナッシュにつければ12点は入るから、確かに
ナッシュにつければ12点ですね。なんとかもはやあのサンコスの飛ばすやつでいいっすよねあれサンコス飛ばすやつがまああのあとヒーローに直接、うん、攻撃力プラス2で、はい、あのアクションカードで、うん、アクションになるんですよ、うんうん、あるので、まあ、それだからこのまあ他のやっぱヒーローアーツはもっとねあのマウロロスとかは特に 8MP 分ぐらいの仕事するんですけど、これはまあ3、4ぐらいの MP 換算で MP 換算で3、4ぐらいって考えるとちょっとおー、22でね、打つかって言われると悲しい激に好きだった、俺は僕も結構好きでしたね、激に強化しましょう12月に激早いなこれはやりすぎっすこれやり誰もつかないっす、こんなのまあね、使われ続けてきたから一回お休み、うんうん、はい、はい、続いていきましょう。さあ、こちらダークネスイリュージョンモリガンのヒロアツです。変更前 AP15 停止状態の全ての敵ユニットを破壊、こちらが変更後 AP22停止状態の全ての敵ユニットを破壊。変更理由先に読みましょう。停止効果と組み合わせることによって複数のユニットを破壊できることが強みですが、 AP が軽量のため1バトル中に複数回使用することができます。これによりヒーローアーツに極度に依存したデッキ構築となり、対戦相手側が抵抗できない様相が見受けられました。消費 AP を上昇することにより対戦中にヒーローアーツの利用できる回数が減少するため、カード主体のデッキ構築となり、ヒーローアーツは切り札として使われる想定です。だと、はい、まだ軽い場である。これはいいんじゃない、これいいんじゃないですか。妥当なんですけど、うん、例えばなんですけど、うん、これが重いってことになると、うん、カードでもなんか停止状態のやつになんかすごいダメージ与えるとか破壊するとかってあるじゃないですか、うん、ありますね、はい、あっちを使えばよくねで、別のヒーローアーツ使った方がいいのかななんてことちょっと思わなくもないですね。なるほど、なるほど、うん、停止モリガンがもうヒーローアーツのシャドーブレードになったり、シャドーブレードで停止モリガンするみたいな、もう一個インプテーションでしたっけ、テンプテーション、テンプテーションか、はい、とかそっちに切り替わっていく形も考えられる。確かに確かに、なんかまあでもそういう意味で幅はできて良さそうっすね。なるほどですね、なるほどですね、モリガン全部強いからな、うん、うん、全部強いっすね。さあ続いて、こちらですよ、ウェスカー黒木選別。変更前アビリティポイント18、 MP5 以下の敵ユニット1体を破壊。こちらが変更後アビリティポイント 20、 MP5 以下の敵ユニット1体を破壊ということで2増えました。緩やかですね、緩やかな、変更理由、強力な除去圧ではありますが汎用性が高く AP も少ないため対戦相手が対処しきれない状況が、生まれやすい状態でした。消費 AP を上昇することによりヒーローアーツが利用できるタイミングが遅くなるとともに1バトル中の利用回数が減少することで対戦相手の攻める時間帯が増える想定です。はい、なんかリベンジもやられてこれもやられるとちょっと悲しいですよね。うーん、結構選別ウエスカー弱体化しそうな気がする。確かにこれで結構相手のユニット倒してこっち盤面作ってみたいな戦い方でしたもんね。まあでも確かに前はちょっと軽かったのかもしれないですね。軽かったですね。はい、チョモスさんどうですか。まあまあ妥当ではないですか妥当ただね、多分、うん、僕殲滅ウェスカーっていうデッキ結構みんな楽しんでたと思うんですよ。そのやる側もやられる側も割とフェア寄りのデッキだったんで、うん、確かにわざと出して相手に打たせてとか、はい、なんかそういうなんか読み合いはありましたよね。結構そのみんなが楽しんでるたものを今回結構予約しちゃってるんで、うん、いやまあその楽しみは人それぞれ、そのもちろん選別だけはもう絶対許さんっていう人もまあ、まあ、もちろんいると思うんですけど、おおむね許されてたデッキだったと思うんです。それ予約すると、まあちょっと楽しみを奪われてしまった感はあるかも
なんか最もカードゲームらしい戦い方してましたよね。まあでもまあ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 言いたいこともわかるんでいいでしょう。まあなんか相対的にちょっといじったみたいな、そうですね、その全体の調整見て選別もちょっと上げとくみたいな感じかもしれないですね。まあやっぱ新しいデッキタイプが出てきてほしいっていう気持ちも、まあそうですね、ヒーローアーツもねあるんじゃないかな。さあ続いて同じくウェスカーのウロボロス、こちら変更前 AP22 自分の墓地にある最も MP の高いユニット1体を場に出す。こちらが変更後 AP22 変わらないですね。自分の墓地にある最も MP の高いユニット1体を場に出す、そのユニットに死亡時自身をゲームから除外するを付与、ということで、まあ復活させて使ったらその後そいつが死亡したらいなくなってしまう。これちょっと前までチョモスさんこれだと勘違いしてましたね多分。僕がすか、確か、あ、使用、ウロボロスから一回出てきたやつはもう出てこないみたいな、あの、なんていうんですかね、一回出して墓地に、はい、墓地にいる状態から場に出てくると墓地にはいなくなるんですよ。あ、なるほど、今でも、はい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 、そう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 、じゃあ2体は並べられないってこと。そう、なんでその墓地から出てきたやつが、いる状態で撃つと空打ちになるっていう。そういうことか。で、墓地に2体例えばイビル城がいるんだったら1体出てきてももう1体残ってる墓地のやつを持ってこれるっていう、あ、そういうシステムなんですよ。なるほどなるほど。そうそうそう。で今回は単純にそいつがやられたらもう戻ってこないっていう、そうっすね、墓地からも消える。めっちゃ弱くなると思いますね。2回目以降はリサイクルがね要はできないっていうことですからね。2回目以降はちゃんともう一回墓地に送んなきゃいけないってことですよね。そうっすね、イビル城だったらイビル城を、そうっすね。でウロボロス単体でもそうですし、その2回目のウロボロスに繋がらないっていうのもありますし、その他の蘇生させるカード、とかその歪み、はいはい、生徒し、そう、ハチコスのやつとかを、例えばウロボロスの後に今度打とうってなると、ウロボロスのやつはもう出てこない状態で打たないといけないんで、おその辺のカードパワーがぐっと下がるんですよね。なんで蘇生デッキが多分相当弱くなると。なるほどね、思います。はい、はあ、かなりテンポ置かないと弱くなるってことですよね。いやこれはその蘇生させるタイミングみたいなのがすごい重要になりそうですね。そうっす、多分本当に一番やうまくやるんだったら蘇生の数全部使い切った後にウロボロスを最後に3回くらい連打するみたいな、あコントロールして、うーん、とか、いやもうあと一発で決めるとかですよね。そうっすね、その一発目のウロボロスでも決め切っちゃう。一応変更理由がですね、ウロボロスは盤面を強く保ち攻撃的なプレイが可能なヒーローアーツですが、1枚の高コストカードだけを使い回す戦略が多く、偽りの王座との組み合わせにより容易に特定カードを使い回してしまう状況にありました。ウロボロスによって復活したユニットについては死亡時に除外することでヒーローアーツの効果のみで同カードを複数回使い回すことが難しくなり、対戦相手にも対処できるだけの時間が生まれる想定です。あ、なるほど、あの復活させたアクションカードで復活させたやつにはつかないってことですね。ウロボロスで出したやつだけですね。ウロボロスだけのやつが死亡時自身をゲームから除外するっていう感じなんですね。そうですそうです、そうです。ああなるほどなるほど、かなり、あ、むずいしっかりやんないとダメですね。まあ頭の中に墓地作るみたいな。まあでも単純に弱くなっちゃうと思いますけどね、かなり。そうかそうか、あーなるほどね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、いっぱいありますからね。さあリオレス出てきましたよ。これ強襲ですか見たことない。はい、強襲リオレスのヒロアツ、こちら変更前、はい、AP25 すべての味方ユニットの攻撃力プラス2、こちら変更後が AP19 すべての味方ユニットの攻撃力プラス2、なんとアッパー調整です。いやこうしてみると前重いっすね。重い、25、激凛との性能差がすごいっすね確かに基本その強いデッキってもう20以下ですよね。
あれが、うんうんうん、AP がね。さあ変更理由先に見ましょう。全体を対象とする効果は盤面に対しての影響が大きいため、ゲーム中盤頃に進化を発揮できるよう調整しておりましたが、利用できるタイミングをもう少し早めることでゲーム中盤以降に向けて積極的に利用したくなるヒーローアーツになるよう調整いたしました。おー、ゲーム中盤頃に進化を発揮できるように調整しておりましたが、ゲーム中盤以降に向けて積極的に利用したくなるという、なんかゲーム中盤が2回出てきましたけど、うん、まあミッドオレンジデッキというか、うんうん、しっかり盤面作ってちょうど19ぐらいに全てとビカネント3体に攻撃力をプラス2かけてダカダカっと、うん、なんか相性のいいカードが出ればって感じな気はしますね。結構結局ケツはちっちゃいですからね。そうなんですよね、シールド持ちとか、うん、こう HP のでっかいやつにが場にいっぱいいると強い、うんうんうん、ってことですよね、うんうんうん、アイス3体並んで感冒、まあ、にする一番パッと思い、あーでもダメか、フェリシアは使えないですもんね、緑だから。ジャギー出さず、ジャギージャギーかー、あーそういう一気に盤面並べる系でみたいな。でもジャギーだとなー、レディーとかでねなんかでも竜の今の既存のデッキをこのヒーローアーツにしちゃってもなんかいいんじゃないですか。ダメですね。ダメですか。ダメですね、はい、すみません、真空波動拳強いデッキなんです。あそうなんですね、なんかね、あの俊敏3体出すみたいなカードが強いですね。そうっすね、なんかそういう、うん、結構広げる系の新しいカードが見えてこないとなんとかあんまり難しそうですね。なんかすごい単純な効果だから、うん、なんかあの分かりやすいデッキはできそうですよね。そうですね、うん、楽しみではある、うん、はい。さあ続いて、さあ来ました、ダーテクイックシルバー。こちら変更前 AP27、 全ての敵ユニットに鈍速と反撃不能を付与していたヒーローアーツですが、変更後 AP18、 敵ユニット1体に鈍速と反撃不能を付与。変更理由先に見ますか。じゃあ、対戦相手の行動を阻害するヒーローアーツについては、盤面を封じてしまうほど強力な効果のため多用はできないが、1回の効果が高くなるようにデザインしておりました。しかしながら対戦相手もその頃には対処できるような状態となっており、使い勝手の良い別のヒーローアーツが選択されやすい状況でした。対象を単体にする代わりに消費 AP を下げることでゲーム序盤から積極的に利用できるヒーローアーツになるように調整いたしました。はい、これ敵ユニット1体ですよ。これめっちゃ強くないですか。はい、俺これやらかしたと思いますこれやらかしたこれやらかしたと思います僕気持ち的には、あ敵ユニット1体になっちゃうのかって思っちゃったんですけど、いやこれね、このゲームの盤面の狭さを知らないです、この文章考えた人は。特に鈍足ってあの黒のタイラントでしたっけ、はい、あれもいると放置しますよね、はい、めっちゃ、はい、という戦術がこっちから自ら仕掛けられることができる。鈍足って本当下手な状況より全然強いですよ、盤面が埋まるから。選別より強いってことですよね。選別より強いですしかも反撃不能もついてますからね。はい、でこれはなんか相手の盤面も1個使えなくするっていう効果にかなり等しい。おお、もうロック、はい、盤面を1個ロック。でそれが18ってことは、まあ3回は余裕で打てる。3回打てますね。3体全員ドンタイラントになっちゃって空中戦見る、空中戦僕は息吹出しておくスーってやってたら、塩ずっとこれやってると思うんだけどな。これやっちゃいました。やってると思いますね。まあ確かにタイラントの場合は自分から破壊できるっていう、まあ黒のね、うんうん、特徴もありますから、なんかしのげるところもありますけど、下手に自分に何もできなかったら終わる可能性がある。高いっすね。ほー、やりましたね、岩田さん。やりましたよ、ダンテの時代やっと来たか、ダンテの時代やっ
っときたか。かなりそのテクニカルなデッキだし、結構嫌われそうなデッキにはなりそうですが、だから自分の盤面開ける手段を結構確保した方がいいかもしれないですね。手札に戻すとか、捕食とか、まあ、緑の EX ポケットに戻すやつとか。でもこれ俊敏のやつが鈍速になるとどうなるんですか、ね、通常速度になります。あ、通常速度なんですね、はい、素晴らしい。そうなんだ。そうです。ミスターてっぺん、さすが。はい、じゃあ次行きましょうか。さあ次からヒーローアーツは終了しまして、カードですね。はい。おっと、こいつは誰だ。ヒューゴーですね。こいつの顔も相当見ましたね。さあカード1枚目、衝突猛進。こちら変更前 MP1 味方ユニット1体は即時攻撃をするという効果でしたが、変更後 MP3 味方ユニット1体に HP プラス2、そしてそのユニットは即時攻撃をするという形で 2MP 上がって追加効果が、つきました。変更理由先に見ましょうか。即時攻撃をすることによって相手ヒーローへダメージを与える主軸のカードですが、消費 MP が少ないことで連続してカードを利用しゲームが決まる局面が多く見受けられました。またアクティブレスポンスにおいても打ち消しなどのカード以外では対応が難しく、防ぐ手段が少ないため消費 MP を上げることにより連続して利用しづらくすることで対戦相手が対処しやすいように調整いたしました。さあということで激凛レース、さらに追い打ち、はい、下方っていう形になるんですかね。全く別のカードになりましたよね。そうっすね。うん、このなんか味方ユニット1体に HP プラス2っていう効果はもうなんかロックマンで使ってくれっていう意思を感じるんですけど、どうなんですかね。でも使うならそこになりそうな入らないか。いや俺は多分このヒューゴやばすぎるからコスト上げようっていう話をしてて、はいはい、運営チームの中で、そう運営チームで MP さんにしようってなって、はいはいはい、まあ、MP さんでちょっと即時攻撃だけ弱くないっすかって話をして、じゃあまあおまけでHP プラス2つけとけばなんか勘違いして X で使ってくれるだろうっていう HP プラス2にして、これあ、じゃあ僕勘違いした人、はい、え、まあでも結局これはなんかその今結構3枚積んでるリストとかが多いんです。その HP 軽コストが軽すぎるから、これ別にフィニッシャーとしての性能はあるんで、まあなんか枚数が減って別に完全に使われなくなるって感じじゃないですか。そうっす、まあ言うても即時攻撃が強いっていうところはありますよね。今まで別に被っても適当に打ってみたいな、あ、そうですね、手札回すかみたいな使い方できたっすけど、まあそれができないっていう。まあ、あとやっぱ MP さんってあのね、アクションレスポンスで2回打てない、そう、なんか難しいところもありますからね。はい、さあ続いてカード2枚目。さあ、あれ、これチョモスさんが大好きな、はい、イブキ、はい、こちら、変更前が MP6 の攻撃力 3HP4 俊敏持ちで高王でプラス1プラス2するという能力だったんですけども、変更後MP6 攻撃力 3HP6 俊敏持ち高王で HP プラス2、はい、ということでなんかいい感じに下方のような情報のようないい感じの調整ですね。変更理由、高王デッキの主軸となるアタッカーのカードですが、攻撃力の上昇と俊敏によりダメージスピードが極めて高く対処できるカードも少ないため、この1枚でゲームの勝敗を決するほどのパワーがあり、有利なマッチアップが生まれやすい状況でした。高によるステータス上昇を HP のみにすることでカード単体による過度な攻撃力上昇を抑えました。また基礎 HP を6に上昇することで赤カードとの不利なマッチアップに対しても場にいる時間が上がるように調整いたしましたとあります。さあ、チョモスさん、どうですか。まずなんですけど、はい、イブキ使ってる人が、うん、イブキの攻撃力を上げたいと思ってこうしてたことって多分ほとんどないですよ。ほう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 、あの、HP、イブキを生き残らせたいから、うんうん、まあ、余地とか、なんかそういうやつを打って、うん、その、竜のね、火力から守るとか戦闘でやられないようにするとかっていう話だったんで、うん、結構なんていうんですかね、その打点を下げようみたいな調整はちょっとよくわかんない。ほー、深いね。
別に攻撃力3あって俊敏あったらそれってその普通通常の速度のユニットと殴り合いした場合には攻撃力6点分なんですよ結局、うん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 、2倍なんで速度が。そうですね。で6点6コス6点のカードなんていないんで、うんうんまあ、今でもそのライフレース自体は非常に優秀、うん、だからこうで攻撃力が上がらなくても十分だと。なんでそのライフレースする意味でこいつがまだ強いっていうのは変わんないですな。そのレイレイみたいなやつとライフレースをするとかだとさすがにちょっと3点だとなみたいな話が出てくるんですけど、うんうんうん、基本的に普通のデッキ対する場合にこいつなんだろう止めなきゃいけないことには変わりがない、うんうん、ただなんでそのむしろ HP が6になって結構嬉しい、うん止められなくなった。あの今例えばですけど、まあ、これちょっと他の調整もあるんであれなんですけど4コストモリガンで、うん、いい武器が出てくる相手のデッキどうやって対処してるかっていうと即フォーワイズ出していい武器を取るっていう動きだったんですよ。6になったら取れないんですよ。うんうんうんHP が高いから、はい、で竜とかもいい武器が出てきた瞬間にバレッタを出していい武器に対処しよう、うん、っていう対処方法だったんですけど、この6になったからレディを出さないと取れないし、で、うん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 、6から予知1枚打たれたらもうレディでも倒せなくなる。真空波動拳でも倒せない。8になりますしね。8になるんで、はあ、わけがわからん。むしろもう赤有利だから結構その強くなった部分も多いんです、うんうん、けど唯一僕すごい決定的に気になってる点があって、はい、封印された時なんですよ、うんうん、はい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 、はい、あの緑に封印された時にその俊敏でもないやつ攻撃力3のなんか HP だけでっかいやつって別にそんな強くない、うんうん、今までだったら封印されてもなんかすごい結構大きかった結構でかい息吹が残るから緑側は対処しなきゃいけなくて大変だったんですけど攻撃力3で固定されたんだったら封印でなんとかなってる、うんうん、なんでこれは実質緑強化です。おなるほどね、はい、絶望的相性差でしたからね結構。いやそうこれは緑を使えっていうほ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 うことだと僕は読み取りました。じゃあこの変更理由の中に隠されてたわけですね。いやそうっすね。緑が勝ちやすくなりますよみたいな緑で勝てますねなるほど。はあ、いぶき自体は、まあ本当結構これもまた別のカードになったみたいな。そうですね。なんかその丸くしましたね、うん、すごい今までとんでもない尖ったカードだったんですけど、うん、結構丸くして、うん、まあ相手も自分もいろいろできるようにするっていう感じだと思いますね。全然使い物にならないとかじゃ全然ない。はい、もう全然強いと思います。強い、はい、じゃあそのまま現役で天使モリガンとかにも入ってくるような。うん、そうですね。ダンテもね強くなりましたからね、うん、はい、といった感じで次こちらです。さあ、息吹うつせみでしたっけ。はい、うつせみの術 MP4 アクションカードの対象をランダムに変更。変更前がアクションカードの対象の変更先がそのアクションカードの条件と一致しない場合でも効果を発動するだったんですけども、変更後がアクションカードの対象の変更先がそのアクションカードの条件と一致しない場合は効果を発動しない、変更理由読み上げます。これまあバグがよく起きそうなゲームカードだったんでやめますってことですよね。そうっすね、うん、はい、はい、これは見たことなかったなこれ使われたことほぼないですね。なんだろう、捕食とか打ってる人に打つとこっちのやつ死んじゃったみたいになるんですかねっていう話。まあ支配、一番いいのは支配をこう打たれたらこれ打って相手のやつ取れたらいいなみたいな。なるほど。ですけどこれランダムなんでそのまんまの対象が選ばれることもあるんですよね。ああ、じゃあもうカスカードやんカスカードのくせにバグるいそうだからやめますっていうことだと思いますはい、はい、といった感じですね。続いていきましょう。じゃあトモさんの第二の女フォーアイズ、はい、変更前 MP4 攻撃力 2HP1 プレイ時自身以外に MP4 の味方紫ユニットがいる場合ランダムな HP4 以下の
敵ユニット1体のコントロールを奪うが、変更後 MP4 攻撃力に HP2、プレイ時自身以外に MP4 の味方紫ユニットがいる場合ランダムな HP3 以下の敵ユニット1体のコントロールを奪うということで、HP3 以下のユニットになってしまいましたと。コントロールしやすい HP 条件のため低コストユニットやリベンジユニットへの効果対象範囲が広く対戦相手も対処しづらい状況でした。 HP 条件を3以下にすることで1回ダメージを与えただけでは条件を達成しづらくなり対戦相手も対処しやすい状況になるよう調整をいたしました。またフォーアイズ自身の HP を2にすることで攻撃力1のユニットに対しては2回受けることができるように合わせて調整をいたしました。はい、ちょもさんどうすか。まあって感じです。僕は、ま、結構弱くなると思いますよ。 HP3 以下、うん、なんかもうすでにね、あの4ゴズモリガン講座でも読んで取らなきゃ弱いみたいなユニット結構いましたよね。そうっすね、3になったらもう弱いみたいな。まあ流線はその盤面の HP が大事なんで4取りたいって話だったんですけど、まあでもその場合はあの今回フォーワイズの HP が1上がってるから流線においての強さはそんなに変わらないんですけど、そうですね、これ範囲が例えば相手のティガレックスが突っ込んできた時に今までってルポを1回当ててフォーアイズするっていう動きがあったんですけど、例えば HP7 に対してそのフォーアイズ仕掛けたいと思った場合には今度から2点を2回当てないといけないんですよ。ということは2回戦闘しなきゃいけないんで時間かかる。それってすごい大変なんですよね。それかもシャドブレ打つとかしかないですもんね。そうですね、そんなんにシャドブレ打ってるとじゃあまあその後々本当に打ちたいやつに打てなくなったりとか、まあ、そういうの出てくるんで、まあ、弱さ自体は結構弱くなったと思いますね。まあ、それでもまだ全然実用範囲で、まあ、効果はやっぱめちゃくちゃ強いんで、うん、使えるとは思います。強力なユニットではあると。ただ僕が一番どっちかというと気になってるのは伊吹の HP が上がったんで、うん、4コストモリガンが勝てない敵が増えそうなんですよ。ああ、なるほどなるほど。だから36の伊吹を4コストモリガンっていう敵は多分対処できないんでそっちの方が重大ですね僕の中では。なるほどね。しかもあれじゃないですか、 HP2 になることで、はい、なんか4アイズって結構すぐ盤面いなくなってほしい感があるじゃないですか、はい、ちょっと相手のね1ダメージのやつで2回戦闘を起こさなきゃいけなくなっちゃうとかも影響あるんじゃないですか。次ないかな、はい、逆に残って邪魔みたいな、ね、そうそうそう、逆に残って邪魔みたいなシチュエーションとかが特に緑ユニットとか1のやつ多いじゃないですか。いや2回殴ってほしいですよ。あ、本当ですか。すいませんでした。さあ続いていきましょう、はい、こいつは偽りの王座ですね、はい、変更前 MP1 デッキ内の最も MP の高いユニット1体を墓地に送る。変更後 MP2 デッキ内の最も MP の高いユニット1体を墓地に送る、うん、変更理由、墓地のユニットを活用する戦術のサポートカードとしてウロボロスデッキで多く利用されておりました。しかしながら消費 MP の低さから容易に利用でき MP のアドバンテージを大きく損なわずにその後の戦術へつなげられていたため対戦相手が対処しにくい状況でした。消費 MP を1増加することで対戦相手が対処しやすいよう調整しました。僕ね、あ、ちょっと先行ってもいいですか。はい、どうぞ。この動画で、ほんと何回対戦相手が対処しやすい状況って俺何回今言っただろうってちょっと今ふと思った。確かに確かに。はい、どうぞ桜井君。いや、なんかやっぱマリガン追加されたのがでかいんじゃないかなって。あー、確かにね。うん、なんかロボロス結構やられてますけど、なんかロボロスって特にそのなんだろうな、最初の方にやっぱりイビル城とか引きたくないし偽りの王座欲しいしみたいな感じで結構その最初の反動に初動を左右されるデッキなんで、やっぱマリガンで調整加えないとめっちゃ強くなっちゃうみたいな。確かに。のもあって結構調整加えてんじゃないかなみたいな。なるほどなるほど。予想。でも確かに。なるほど。確かに。初手これ来たら強いですもんね。そうですね。うん、でも2になったとしても初手で速攻打てますもんね。まあ、
打てるけどもうっていう感じ、ね、すると結構攻められちゃうんで、うんうんうん、まあ弱くはやっぱなってますよね。うん、かぶった時とかもめっちゃ弱いですね。うんうん、そのデッキに3枚入れるカードなんで、この1上がると3コス分上がっちゃうじゃないですか。はいはいはい、うん、それって結構ゲーム全体で見ると 3MP って結構影響力高いんで、うん、まあ大変だと思いますけどね。ウエスカーは大変、まあ、今はイビル城出してますけど、なんかそのうちね、あのやっぱ 10MP のベガより強いユニットをでっかいの追加されるかもしれないから、それに向けてやってるのかもしれない。ああ、それもう上がった分以上の効果のユニット、うん、20MP くらいのね、もうすんごいのが、すごいやつがはい、じゃあ続いて、はい、さあ来ましたネルギガンテ、こちらレジェンダリーカードですね、変更前 MP7 攻撃力0 HP1プレイ時自分のデッキを10枚除外して、プラス5プラス10するというカードが MP6、コストが下がりました。攻撃力0 HP1 ベール持ち、ベールが追加されました。プレイ時自分のデッキを10枚除外して攻撃力プラス4プラス10防御力すると、うん、はい、だいぶ変わりましたよ。いやこれねダメっすよいやです。さっき今岩田さん言ってましたけど、はい、その相手が対処しづらかったから対処しやすくしました、対処しやすくしましたしましたってやってんのに超対処しづらかったじゃないですか。こいつに関しては何がしたいんですか。どっちにしろよ。調査が怒ってる。え、一貫性がないんですよ調整のは。これめっちゃ対処しづらい、このベーコンのやつ。ベールついちゃったらどうやって対処するんですかこれ。変更理由見ましょう。意図があるかもしれない、うん、強力なステータスを持つユニットカードではありますが MP の高さと効果時のデメリットが大きいため採用される状況が著しく低いカードでした。そこで消費 MP を1減少するとともにベールを持たせることによってユニットとしての存在感を高め、除外効果を上回る強力なユニットになるように調整いたしましたと。はい、存在感を高めなかったんですよ。まあだってね、ヒーローになってるし、ネルギガンテ。そうですね、しかもレジェンダリーですし、ワールドの顔だし、うん、あちょっと取れないよこれ取れないっすよ。6411えらい話ですよねでも序盤に出すとデッキを10枚除外しちゃうっていうやっぱデメリットあるわけじゃないですかでもあとあれですね、後半に行くとマジできつい、出せないみたいな。うん、条件なんでしたっけ10枚除外するのって。え、条件なんじゃないかな。ちょっとネルギガンテの効果怪しいんですけど、10枚除外しないとこうならないのかな。いや、あ、でも普通にデッキゼロになって出せるだったらまあ別に終盤。いやでも確かにプレイ時にデッキを10枚、でもネルギガンテで出してもうそこからドローできないってことですよね。そうっすね。あれじゃあ序盤に出さないとバフはかかんないってこと？ぽいかもしれない。ちょっと書き方次第ですね、ちょっとテキストが。ただ伝説くらいのこれネルギーガンテのテキスト真面目に読んだ人多分そんなにいないあまあでもいやこれね、これまあ仮にこのデッキがすげえ強いとなるとこいつをどこで引くかが本当に今話したとおり重要になっちゃうんで、相手引けてるのにこっち引けてねえんだけどみたいなのはすごい大きそう。レジェンダリーですからね、うんうんうん、1枚しかさせないから、これをウロボロスで出しちゃおう。確かにね、でもこれプレイ時なんで、確かに40され01出てくる、ゴミやばい。場に出た時はね大丈夫なんですけど、これプレイ時なんですよ。なるほど、プレイ時かコスト払わなきゃいけない、01出てきちゃうそっか。そうっすね。いやでもこれはねダメだと思いますね僕。まあ、でも確かにデッキ10枚除外がどういう条件かは仕様なのかは気になりますねこれね。ベール強いですよねこのゲームね。ベール強いですね、ほんと強いですよ。でもロックマンのガヤーマン、あの3点アクションはランダムなんでベール取れますからね、うん、でも体力11なきゃいけないまあそれはそうだけど2ヶ月緊急対象取らないやつ結構意識して入れないと何がって引かれる。なんだっけ、黒のランダム破壊とかね、
うんうんうん、そういったやつとかになるんですかね。まあなんかこいついい感じだとは思うけどな。強いけど強いけど最強かって言われると、うん、やっぱタイミングがあるから。ジェノディーゼノディーバゼノジーバゼノジーバ、はい、28思い出してください。8、8、2、8だっけ12なんだっけ。9コスですよ。9、2、8、9、2、13とかじゃなかったっけ。11くらい、そんなでかい。確かそう、ほぼほぼあれみたいな感じですが、あいつすぐ取られますからね、言うても言うてもあいつ取られますよ。攻撃力低いからなんですよ。あ、2だから。そうなんですよ。8、2、12だって。8、2、12だって。誰も入ってないジェノジーバ8、2、12か、うん、ベール持ちでね、似たような感じ、うん、あいつは、まあ、弱いですから。だってあれだってヒガレックスって相打ちなんですもん相打ちじゃないのか、上から取られるとか。3回だから上から取られるとか取れますね。ひどいもんっすよこれやったらほら2回ティガレックスパンチすれば確かにね、取れますねティガレックス残りますし。じゃあまあやっぱね、あの最近残るようですから、うん、うん、まあ活躍はしてほしいですね。いやこれ強いと思うけどな、うん、僕強そう。はい、といった感じで今回のバランス調整にててっぺんのバトルがより楽しめるよう内容になれば幸いです。今後ともてっぺんをどうぞよろしくお願いいたしますという開発チームからのメッセージとなります。とりあえずクイックシルバーしますわ間違いないですね、うんうん、はい、といった感じで、じゃあ今回の動画は、まあ、僕らの考察になります。新カードは11月実装されますね。その時にこの新しいてっぺんが開幕するということで、皆さん楽しみに待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。